はようございます。おはようございます。おはようございます。もうかさん、りえさん、まゆちゃん、ちねさん、おはようございます。おはようございます。今日はここですね。あんかけさん、おはようございます。ガッデムさん、おはようございます。ここはですね、ちょっと電波が安定しない場所です。ですからちょっと途切れたりすることがあるかもしれません。でもまたすぐに戻りますので、今日はこの場所ですね。こちら側はこんな感じです。はい、スヌーピーさん、ユウさん、メロディーさん、ジャンクさん、おはようございます。トモコさん、はい、おはようございます。変わりますね。もうそろそろ蚊の季節ですね。そろそろ蚊の季節です。あ、電波不足はい、もうすぐにちょっと電波不足になります。はい、今日はですね、今日のタイトルは、精霊待望順。精霊待望順、あまり聞いたことないですよね。私も聞いたことがないんですけど、精霊待望順。この順というのは10日という意味なんですね。上旬、中旬、下旬。ですから精霊を待望する10日間という意味なんですが、アイポンさん、新井さん、おはようございます。精霊待望順、どういうことかというとですね、昨日が昇天日ですね。イエス様の昇天日です。ローズさん、おはようございます。おいしさん、おはようございます。納豆さん、あやぽんさん、おはようございます。キューちゃんの子供は全員クリスチャンですか？はい、家族全員クリスチャンですね。家族全員クリスチャンです。昇天日は処刑された日ではないんですか？イエス様は、その十字架で死にました。その時点ではですね、天に昇ってません。その時点で黄泉に下ったとあります。そして3日目によみがえりますね。3日目によみがえります。そして40日目、復活して40日目に昇天します。そして、五旬節、ね、五旬節というのは、五旬節というのは五旬日目ということですが、イエス様の復活して五旬日目に、ですね、五旬日目に、ちょっと待ってくださいね、何かおかしく、イエス様の、復活して五旬日目に、ペンテコステ、つまり聖霊降臨があります。つまり今からね、まあ10日ぐらいですね、今日から10日って言ったらいいでしょうか。今日から、10日目にですね、今日から10日目に、今日から10日目に、ミカポンさん、おはようございます。ミカポンさん、おはようございます。今日から10日間が、イエス様がエルサレムに、いて、エルサレムにいて、父の約束を待ちなさいと言われました。イエス様が、昇天する前に、弟子たちに言われたのは、エルサレムにとどまりなさい。そして父の約束を待ちなさいと言われました。
その父の約束というのは何かというと、聖霊を与えられるということなんですね。イカポンさん、そうです、そうですよ。そして弟子たちは、ルルさん、おはようございます。弟子たちはエルサレムに戻って、ある2階の部屋ですね。アッパールームと言います。アッパールームっていうのは、まあ、2階、上の部屋という意味ですが、その上の部屋にですね、弟子たちが集まり、そしてマリアもいました。またイエス様の兄弟もいました。そこで熱心にその約束を、ね、約束を、守って一生懸命祈りました。タケルさん、ヘブル語ギリシャ語もできなくては牧師になれないと聞きましたが本当でしょうか？いえいえ、そんなことはないんですよ。ほとんどの牧師はもうヘブル語ギリシャ語、知らないし忘れてるし、実際に、ヘブル語の聖書、旧約聖書ですね、ギリシャ語は新約です。それを読んでる人は、まあ、あまりいないんですね。あまりいません。まあ、時々チェックする人はいるかもしれませんが、日常的に、ヘブル語、ギリシャ語を読んでいる牧師は、私の知ってる限り一人しかいません。ですから、少しかじるぐらいの人はいるかもしれません。チャースクールではギリシャ語、ヘブル語を教えます。今はギリシャ語をやってますね。ギリシャ語をチャースクールで教えています。そういうわけで皆さん、今日から10日間、今日から10日間はその父の約束である聖霊を待望する、聖霊 をもらうという、そういう10日間で、そのアッパールームで弟子たちは集まって一生懸命祈りました。順というのは10日間という意味なんですね。上旬、中旬、下旬で10日間という意味で、まあ、この言葉があるかどうかは知らないんですけど、まあ、もしかしたらそういう言葉もすでにあるかもしれませんが、一応聖霊待望順という言葉を作りました。とびっこさん、おはようございます。ですから皆さん、兄弟姉妹の皆さん、もうすでに、2000年前に聖霊は、ペンテコステで与えられましたけれども、しかし、この、昇天とペンテコステの、まあ、そのカレンダーの中で、私たちは聖霊を待望する祈りをするべきではないかなと思います。特に日本にはまだ聖霊が、強く注がれていません。個人的には与えられているかもしれません。しかし日本の国としては、日本の国としては聖霊はまだ与えられていないので、日本キリスト教団はですね、社会派なんですね。タケルさん、プロテスタントにはおよそ3つありましてね、聖霊派、福音派、社会派とあります。まあ、どう違うかは時々説明していますので、私のアーカイブを見てくださればわかりますが、日本キリスト教団は、まあ、社会派に属します。そして、私は聖霊派ですね。聖霊派にも、まあ、大まかに分けて2種類あって、カリスマ派とペンテコスト派があります。その聖霊派という、聖霊派は異言を認めるグループです。福音派と社会派は異言を認めません。そして、聖霊派は、そのペンテコステのことを重んじます、ね、聖霊を重んじます。ですから聖霊派と言います。特にですね、この今日からの10日間今日からの10日間これは聖霊待望を祈る時として、
私たちは、聖霊派の教会は、熱心に祈ると思いますね。聖霊派の教会はこの、10日間、徹夜で祈ってる教会もあるかもしれません。断食して祈ってる教会もあるかもしれません。劉備さん、おはようございます。ですから皆さん、特に日本はリバイバルがまだ起きてないわけですから、日本のクリスチャンは少数かもしれませんが、この少数でも熱心に日本のリバイバルのために、そして精霊の注ぎ、精霊が注がれる、そういう10日間、個人的にも精霊様が必要ですが、教会にも地域にも家庭にも国にも精霊が必要なんです。その本当に精霊の力が必要だということを認識しているのが精霊派です。精霊派では、その精霊の力を認識しています。たけるさん、キューちゃんは進学の学士は持っていらっしゃいますか？いや、持ってないです。進学大学は行っていません。ほとんどの牧師はですね、聖書学校は行きますが、進学大学はほとんど行きません。社会派の人たちが進学大学に行きますが、福音派や聖霊派ではあまり進学大学は行きません。ほとんど社会派ですからね。進学大学はほとんど社会派です。劉備さん、牧師の資格はあるの？牧師の資格というのはその教会によって違います。社会派では結構ですね、厳しい資格があるでしょう。カリスマではですね、霊的な問題を強調しますから、むしろ、聖霊のバプテスマを受けていなければならない、ね、異言を語らなければならない、霊的に、その清められて、怒りや憎しみや、そういうものが清められて愛に満ちていなければいけない。いろいろテモテにその条件がありますけど、そのテモテの条件が、カリスマでは強調します。特に、聖霊派ではその、聖霊のバプテスマを受けているかどうか、また愛があるかどうか、また非難されるべきところがあるかないか、教会によってそのレベルが違います。非常に甘い教会もあれば非常に厳しい教会もあります。教会によってその基準が違います。ですから聖霊派からすれば異言をして否定している福音派とか社会派の牧師は失格ということになります。聖霊派からすれば聖霊のバプテスマを受けていない牧師は失格ということになります。だから教会によって違うんですね。はい、太陽さん、ももさん、教会なくなっちゃったって本当ですか？引っ越しをしました。教会を引っ越しして、古い教会は壊されています。でも、新しい教会があります。聖霊派からすれば、カトリックも失格になります。なぜかというと、カトリックはですね、
福音的ではないからですね。福音的ではない、カトリックは、聖書中心ではないからですね。ユービさん、牧師は配信を嫌なったことないのか。いや、ほとんどないですよ。ほとんどないです。なぜかというと、これはですね、義務でやってるわけではありません。自発的にやっております。この放送しなきゃいけないということは全くなくて、むしろ伝道させていただいている、伝道を許されている、ね、配信することが許されているという特権です。なぜならば、牧師というのはですね、教会にいてですね、いろんな人たちが来るということはあまりないんですね。外国ではありますけど、日本ではですね、あんまり教会に訪ねてくる人は少なくて、救われたいですとか、クリスチャンになりたいですっていう人は少ないです、日本ではね。ですから牧師が教会にいてもですね、なかなか伝道できません。といってですね、家庭訪問は今の時代は難しいですし、トラクトといってチラシを撒いてもほとんど読む人はいません。そうすると伝道する方法があまりないわけですね。しかしこのネットを使って伝道するというのは非常にですね、伝道しやすい。今でもね、数十人、場合によっては数百人の人が見てくれています。毎朝毎晩数百人の人が見てくれる伝道、これは特権としか言えないのではないでしょうか。これは、すぐできるわけではありませんが、コツ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 やってですね、できるようになりましたけど、これは神様の恵み、神様の賜物だと思います。ですから、嫌になるどころかね、嫌になるどころか感謝ですね。神様に感謝です。パイオニアさん、リバイバルが近いのに由々しき状況ですね。そうですね、ある方の、証というか思いがありまして、日本のリバイバルは、神様が特別なやり方で、リバイバルを起こす、びっくりするようなやり方のようですよ。誰も想像つかないような驚くようなやり方で、イエス様が、リバイバルを起こす、それは非常に、楽しみですね。どんな形か分かりません。どんな形か分かりませんが、神様はそういうご計画があるそうです。それが近いと言われています。ですから私たちはますます期待し、ますます祈る必要があります。そういうわけで、今日から10日間特別に祈りましょう、ね、特別に祈りましょう。ユービさん、私みたいにイエス様はどうでもいいが、牧師の笑い笑顔に癒されてくる人もいるからな。あれなんです、ユービさん、しかし私が牧師だということで、いうことを知っているならば、結局間接的にイエス様を受け入れていることになるんです。ユービさんは間接的にイエス様を受け入れているんです。さやさん、おはようございます。アメン。もももさん、牧師、最近殺傷事件が多いみたいですが、やはりサタンの仕業ですか。そうなんです。それは、おとといの放送で、しましたけど、悪魔が働いています。悪魔がですね、多くの人を通して、人殺しをしているんですね。多くの人を通して人殺しをしています。だから皆さん、私たちは、そのことを理解して一生懸命祈る必要がありますし、そしてまた伝道する必要があります。
精霊待望を祈るということは、そういう、殺傷事件が減るということなんです。さやさん、本当なんです。悪霊霊的戦いということを言いましたけど、その霊的戦いによって殺傷事件が減ります。多くの国でリバイバルが起きたら、刑務所が空っぽになったとか、犯罪率が減ったとかいう証が本当にあるんです。皆さん、本当なんです。本当にですね、刑務所が空っぽになったり、犯罪率が減るんです。ですから、あのような事件を通して多くの人は霊的戦いを知る必要があるんです。イエス様以外に救いがないのです。イエス様以外に救いがありません。イエス様以外に救いがありません。そのことを皆さんぜひ理解してほしいと思います。本当に驚くべきことが起きるのです。素晴らしいことが起きるのです。そのためには皆さんの信仰が必要です。皆さんの信仰と祈りを、そして一致して祈る必要があります。私たちが心を一つにして、そして本当に一緒に合わせて祈る。私たち少人数かもしれません。ここにいる方々は、イエス様を信じている方はもう数十人かもしれません。数十人でも心を一つにして祈るならば、神様は聞いてくれます。悪魔に打ち勝ちたいです。これ以上悲しい人を増やしたくない。モーカさん、アメン。ハナさん、おはようございます。モーモさん、牧師も人間ですよね。悪魔の心はありますか？もちろん私も不完全です。私も悔い改めてイエス様を信じていますが、私の心の中にはまだ、悪い心もあるでしょう。肉の心もあるでしょう。ですから戦いです。霊的戦いっていうのは、私たちの心が戦場だと言われています。まず私たちの心が勝利しなければいけません。もし私たちが不信仰になったり、また肉的になったら、私たちの心は敗北です。まず私たちは自分に勝利しなければいけません。自分の心が不信仰にならないように、肉的にならないように、信仰に満ち、聖霊に満ちる、そういうですね、勝利が必要です。あ、十字架ですか。ロザリオとは言いません。プロテスタントではロザリオと言いません。十字架と言います。そして私たちの心の中で勝利をしたら、私たちの心が勝利したら、今度は私たちが祈ることによって、心一つになることによって、その教会が勝利し、家庭が勝利し、地域が勝利し、国が勝利していきます。それが霊的戦いです。霊的戦いです。皆さんは日本全国にいらっしゃると思います。日本全国にいる皆さんと一緒にこのネットを通して一緒に祈るならば、素晴らしい、その勝利が来ると思います。神様を見たことありますか？いいえ、直接見たことはありません。パイオニアさん、霊的戦いに負け続けてます。どうしてもさばいてしまいます。パイオニアさん、何かですね、根本的に誰かを憎んでるかもしれません。親とか友人とか誰かを憎んでるかもしれません。まずその許してない人を許しましょう。そこからパイオニアさん始めましょう。マスミさん、勝ち負けなんですか？霊的にですね、霊的な勝ち負けがあります。モークさん、旧牧師と共に祈ります。アメン。皆さんの中で、放送だけではよくわからない方、個人的な指導が欲しい方は遠慮なくスカイプください。 LINE でもいいです。モークさん、許してない人を許すとはどういうことですか？
もし、誰かを憎んでるなら許さなければなりません。イエス様おっしゃいました。もし許さないならばあなたも許されない。許すならあなたも許されるとイエス様おっしゃいました。ですから私たちは神様に許されるためには人を許さなきゃいけないんですね。人を憎んでたり人を裁いてたら私たちは、許されないんです。多くの人は、人に敵意があり、悪意があって、苦しんでいます。つまり敵意とか悪意っていうのは悪魔の心だということですね。悪魔の心を、捨てる必要があります。そのためには、許すことによって悪魔の心が出ていくということですね。またそうです、それはイエス様によって、許す心がもらえるとも言えます。知らず知らずの罪、そうですね、私たちは知らず知らずの罪が、あります。男でも相談可能ですか？もちろんですよ、もちろん。それでは証タイム行きましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、本当に日本はリバイバルが必要だ。聖霊の、聖霊の大きな注ぎ、聖霊の大雨が必要だということが分かった証、スタート。マンモスさん、この放送で私の中にいる悪魔がだんだんといなくなってきました。よかったですね、よかったですね。それこそ十字架です。それこそ福音です。イエス様を信じて、本当に、肉の力では悪魔に勝てない、肉の力では悪魔に勝てない、聖霊様の力はどうしても必要だ、聖霊様の心はどうしても必要だと気がついた証。増美さん、敵意悪意のない人はいないですが、しかし敵意悪意があってはいけないのです。聖霊様によって、聖霊様によって敵意悪意を追い出してもらわないとダメなんです。そうしないと人間は、その敵意悪意によって、いろんな問題が起きてくるんです。さやさん、キューちゃんの放送が癒されます。アメン。パイオニアさん、信仰の道は、険しいですね。まあ、ある意味では険しいとも言えるでしょう。しかしどうしても必要なことなんです。信仰の道を歩まなければよくならないんです。信仰の道を歩まなければサタンに負けちゃうんです。信仰の道を歩まなければ悪いことばっかり起きるんです。皆さんが本当に、悪いことを、ね、少なくしたいならば信仰の道しかないのです。他にはないのです。モーさん、悪魔の心がある女性はやはり好きではありませんか？ですね、多くの人間はみんな悪魔の心がありますから、その悪魔の心を取ることを手伝っています。やはりアジアの人々に謝罪すべきでしょうか？その通りです。モークさん、日本のリバイバルを心から待ち望みます。イエス様、聖霊の力で悪魔に勝ちたいです。ユウさん、世の中はすごく乱れています。災害も増えています。本当にイエス様のお力が必要だと思います。ユウさん、その通りです。世の中はどんどん悪くなっています。世の中はどんどん悪くなっています。イエス様の、その助けがどうしても必要です。タケルさん、逆です、逆です。子供たちがあんなひどい目に遭うということは、信仰は必要だということですね。信仰がないから、信仰がないから、ひどい目に遭うのです。信仰によって守ってもらう必要があるんだ。
信仰によって守ってもらわなきゃダメだと、悪魔にやられちゃったらダメだということですね。マモスさん、少しでも悪魔の心があると天国に行けないですか？マモスさん、完全になんなければ天国に行けないわけではありません。私たちは、イエス様を信じて信仰に歩むならば、不完全でももちろん天国に行けます。完全になることは不可能ですね。不完全でも信仰があれば、その信仰によって天国に行くんであって、完全になったから天国に行くのではありません。私たちは弱いものです。不完全です。しかし信仰によって天国に行けるんですね。子供たちは天国に行けますか？イエス様を信じれば大人でも子供でも天国に行けます。イエス様を信じるなら大人でも老人でも子供でも天国に行けます。被害に遭った人たちは信仰はなかったってことですか？いや、皆さんね、そこのところはちょっと一言で言えないんですが、むしろクリスチャンは迫害に遭いますから、クリスチャンも、ひどい目に遭うことはあります。でもそれは迫害ということですね。迫害で苦しめられることと、不信仰で苦しめられることと2種類あります。その区別はなかなか普通の人には分かりませんが、そのサタンによって被害を受けるには2種類ありますね。不信仰のゆえに、そのサタンにやられるのと、信仰によって、迫害という形でサタンに攻撃を受けることもあります。牧師も迫害を受けたのですか？そうですね、大きな迫害はありませんが、いろんな迫害を受けています。この悪コメも、まあ、迫害ですよ皆さん、この悪コメも迫害です。毎朝毎晩迫害されています。刑務所からでも信仰できますか？今3人の刑務所に入っている人と文通していますが、その中の1人、2人、3人、3人ともイエス様を信じています。3人ともイエス様を信じています。まあ、悪コメは大したことはないですよね、悪コメは大したことはありません。イエス様はお忙しい方なんでしょうか？神様は何でもできる方です。人間は、人間はですね、限界があります。人間は弱いです。しかし神様には何でもできますから、イエス様がお忙しいということはないんですね。イエス様が忙しいということはありません。しかしイエス様は、ものすごい働きをされています。世界中の人たちをケアしていますね。世界中の人たちをケアしています。はい、時間が来てしまいましたね。マンモスさん、この放送で私たちみんな天国に行けると良いですね。キューちゃんも天国に行きたいですか？もちろんですよ。もちろんです。天国に行かなければ地獄に行ってしまうんですよ。地獄はですね、火の池ですよ。火の池。皆さん、この地上でね、地獄、多くの人は地獄的な苦しみを味わってるじゃないですか。皆さんは苦しみをですね、苦しみがなくなってほしいと願ってるでしょ。皆さんが地獄行ったらもっともっと苦しんでしまうんです。で、天国に行けば全く苦しみがなくなりますね。天国に行ったら全く苦しみがなくなります。ですからぜひ皆さん、天国を目指すべきです。地獄でもいいやという人はですね、よく知らないわけですね。天国の素晴らしさと地獄の広さを知らないから、どっちでもいいと言ってますし、みんな無頓着なんですね。無頓着。
自分の永遠の居場所に対してそんな無頓着でいいんでしょうか。この世の人生はたかだか 100年ですよ。100年というのは長いようですけど、まあいずれ終わってしまいます。もう私は68年終わってますけど、でも永遠は永遠ですよ皆さん、皆さん、タケルさん、その東京進学大学は社会派なんですよ。社会派の進学です。私は、カリスマ派の進学を勉強しています。今はですね、デビッド・テイラー、リック・ジョイナー、そして、そうですね、まだ何かのカリスマ派の人から、カリスマ派の進学を学んでいますね。社会派の進学や福音派の進学は学びません、カリスマ派の進学を学んでいます。ももさん68歳なんですか。お若く見えます。ありがとうございます。クリスチャンの内なる人は若いのです。クリスチャンの内なる人は30歳なんですね。私の内側は30歳なんですね。肉体は68ですけど、私は30歳です。天国行ったら30歳になります。はい、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、そうなんだ、全ての人は、敵意悪意があり、それをイエス様に取ってもらわないと、幸せにならないんだ。敵意悪意があったら、トラブルばっかり起きて、うまくいかないんだ。本当の幸せはイエス様に敵意悪意を取ってもらって、神の愛をもらって、神の愛で生きて、そして将来地獄ではなく天国に行くことが本当の幸せだ。やっと分かった。幸せになる方法がやっと分かった。今まではこの世のもので幸せになろう、この世の中で幸せになろうと思っていたけど、それは大きな間違いだった。この世の幸せは本当の幸せではなく、快楽の幸せで、一時的な幸せで、本当に、幸せにはならないんだ。イエス様を信じて、これからは、自分が幸せになるだけではなく、日本の救いのために祈ろう。日本の救いのために、聖霊待望の祈りをし、またあらゆる良い祈りをして、イエス様のために、日本のために、世界のために、祈っていこうと、そのように思う方、アメン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 。タケルさん、子供を救いたいならまず悔い改めてイエス様を信じなければ、子供を救うこともできません。ユービさん、牧師を見てたら少し癒されたからアメン、イエス様が癒したんです。イエス様がユービさんに触れて、そして癒されたんです。私ではないんです。私ではなく、イエス様がリュービさんを癒しました。天のお父様、感謝します。私たちは以前は闇の中を歩み、苦しみの中を歩み、何も知らないで、自分中心で生きていましたけど、平気で敵を持ち、悪意を持ち、人を裁いてました。私たちは本当に、してはいけないことをしてました。イエス様、ごめんなさい。私たちを清めてください。あなたの血潮で清めてください。あなたの聖霊様で清めてください。御霊の実、愛、喜び、平安。愛、喜び、平安。
神様の良いもので生きることができますように、悪意で生きるのではなく善意で生きることができますように、敵意で生きるのではなく神の愛、神の愛で生きれるようにしてください。どうぞ今アーメンと言った方々が救われますよ、救われますよ。イエス様、彼らの心の中に来てくださって、そして一緒に祈ることができますように、一緒に日本のために、世界のために、イスラエルのために、イエス様のために一緒に祈ることができますように、祈りの戦士として、祈りの戦士として立ち上がり、神の兵士となりますように、今アーメンと言った方々が神の兵士として、立ち上がり、勇敢に悪魔と戦い、勝利を得るものとなりますように、そして将来天国に凱旋できますように、天国に共に凱旋できますように、これから10日間特別に聖霊待望を祈ることができますように、聖霊待望を祈ることができますように、彼らに祈りの思い、祈る力、祈る時間を与えてください。日本がもうすぐリバイバルを起こします。日本が聖霊が注がれて、日本が大きく変わると信じます。日本が大きく変わると信じます。聖霊様によって日本は変わります。聖霊によって日本が変わります。イエス様、始めてください。リバイバルを始めてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。牧師は一日何をして過ごしますか。そうですね、牧師の仕事、牧師の仕事、あとチャイスクールの仕事、ね、チャイスクールの仕事。今日は老人ホームに行きます、老人ホームに行きます。それでは皆さん、また夜7時にお会いしましょう。シャローン、シャローン、シャローン、シャローン。